寝るも合うと思うわ。ここにあるスーツ全部いける。逆に合わないスーツってあります？ないんじゃん。驚くかもしれないけど、インナータンクトップなんですよ、カップ付きの。で、ね、これでもめっちゃ万能やね。皆さんこんにちは、勝友美です。今日の動画は GU に続きまして、ユニクロでスーツのインナーを探してきました。何のやねんって感じやけど、まあ、GU の時もお伝えしたんですけど、レディーススーツのインナー皆さん困ってます。メンズの場合はね、シャツを合わせてしまえばいいんですけど、女の子のインナーってやっぱ自由度が高いだけあって難しいっていう声がすごい多いので、インナーを探してきました。でユニクロだったらなんかみんな気軽に選びやすいのかなと思って行ってきました。ユニクロはGU さんと違って結構もう本当に、まあ、コンセプト的にもそうですけど、いろいろ柄物とかレースとかデザインをして作るというよりも本当にインナーウェアとかがメインだったりもするじゃないですか。だから逆にね、シンプルなものが多いから、そのファッションで普通に普段に立ったら寂しいかもしれないけど、インナーだったら全然着れるかなと。これもシルフィールブラウス半袖のオフホワイトです。でこれを選んだ理由っていうのは、まず真っ白じゃないっていうところがいいなと思いました。そのレースとかでね、真っ白の場合は別にいいんですよ、レースの素材感があるから。だけどこういうシフォン系のブラウスとかでね、真っ白になってしまうと、どうしてもね、真っ白ってスポーティー感が出ちゃうんですよね。なんでこういうものだと少しオフホワイトになってるとスポーティーさがなくなる。で、あと日本人の肌って黄色人種なんで、こっちの方が合いやすいんです。で素材感がすごいテロンとしてるんで、これもね、このテロンとした素材感ってすごい大事、スーツにすごい合いやすいです。あとなんか丈の長さもさ、ある程度長さがあってさ、その辺のバランスもいいですよね。ちょっと透け感あるから、インナーさえ合わせたらもう全然切れちゃう感じ。おお、そう、すごいシンプルに合わせられる。これからし色のスーツですけど、こういう色味のスーツをお持ちの方は少ないと思うので、普通にまあ、ちょっとネイビー系のスーツと合わせてもらっても、なんか清掃、清潔感がすごいある感じで着てもらえるので、もうテロンとしたシフォン素材のオフホワイトはすごい合わせやすいです。もうさ、めっちゃ楽しいね。だってさ、1990円、これもすごくない？すごいよね、1990円めっちゃ嬉しいねんけどと思って、ちょっとなんかそういう意味でもテンション上がっちゃいました。やっぱ安ければ勝さんでも嬉しいですね。嬉しい、嬉しい、めっちゃ嬉しかった。なんかこんなの金額であるんやと思ってめっちゃテンション上がる。しかもさ、これもさ、そうですけど、これだけシンプルだったらどこにでも売ってそうだから、ユニクロっていうのもバランスに着れるじゃないですか。続きましては、こちらの黒のインナーで、商品名がレーヨンコットンレース V ネックブラタンクトップです。これはね、そもそもね、スーツとかの服のインナーじゃなくて、ブラタンクトップなんで、ちょっと肌着っていう感じでユニクロさんでは販売されてました。肌着とかとして売られてるものをインナーとして見える形で着るのってちょっと恥ずかしいなと思うんですよ。だからこれをそのまま買って着るというよりも、こういうそのレースとの切り替えになってるお洋服ってすごくスーツと相性がいいんですよってことをお伝えしたくて、これは選びました。なんで首元までね、詰まってるものだったとしても、それがレースだったらちゃんと抜け感が出るんですよ。ここもこれはレーヨンとかコットン素材なんですけど、まあ、本当だったらさっきのこういうシフォンになってるものとかを選んでもらったらすごいバランスがいいかなと思います。で、まあ、赤のスーツにこれは合わせてみましょうか。せっかくいろんなスーツがあるんで、結構これだけのね、カラーこれだけのこれだけのカラーバリエーションがあるスーツを見ることもね、皆さん少ないと思うんで、スーツも参考にしてみてもらえたら嬉しいなと思います。これはこういう雰囲気になります。で、ちょっとね、分かりづらいよね、後ろの裏地も黒やから、ちょっとレースが見えるっていう感じかな、うん、少しレースが見えるだけですごい上品に見えるんで、これもインナーとしてはレースとの切り替えのインナーは選びやすいんでおすすめです。私は赤のジャケット持ってる人でも少ないですね。なんかね、赤って意外にそのこれぐらい深みがあるボルドー系なんか、ブラウンよりは赤だったらビジネスでも全然着れますよ。あ、そうなんですか。そこまでね、派手っていう風にならないんですよ、意外に。しさ、今の時代さ、なんか私が思うに、こうスーツ
は着ても着なくてもどっちでもいいよって言われる時代になったじゃないですか。なったからこそオンリーじゃないといけないっていうルールもなくなったかなと思ってて、確かに。だからその TPO とかねはすごい大事にしないといけないけど、自由度が増したわけだからファッションとしていろんな色のスーツを入れていく時代になったなっていうふうに私は捉えてます。そしたら次は3着目です。ユニクロはね5着あります。まあシンプルなのばっかりなんですけど、白のノースリーブのニットで、商品名が、スーピマコットンノースリーブセーターオフホワイトです。これはね結構白いものをあえて選びました。でこの子の魅力的なところはタンクトップじゃないところなんですよ。こういうニット系でタンクトップの形のものは結構あるんですけど、袖がねもうちょっとここじゃなくてここぐらいまである方が腕が細く見える効果もあるんですよね。だからジャケットをね脱ぐことができると思うんですよ。やっぱ大人になってくるとノースリーブだったらちょっとジャケット脱ぎづらい時があるんですけど、これだったら多分ジャケット脱いでも着やすいかなっていう感じで、本来だったらスーツは胸元の抜け感はある方がいいですよっていうことを私は結構お伝えさせてもらうんですけど、なんかあえてこれは胸元が詰まってるものを選びました。で例えばさ、こういう風に着てもすごい爽やかじゃない？わ、めっちゃいいですね。爽やかやんね、すごい。そうそう、なんでこれからのそのなんだろう、夏とか春とかの時はあえてこういう白を選ぶっていうのもありといった感じ。なんでこれもね結構ね合わせやすいですよ。こういうね明るい色味だけじゃなくてベージュのスーツと合わせてもらってもそう全然着れるんですよね。ああ、これめっちゃ綺麗ですね。普通に上品に着てもらえます。で詰まりも結構あるんで、こういう細身のネックレスをこの辺もできても綺麗かなって思います。ほい。ちなみにまた気になったんですけど、うん、そのなんだティファニーブルーみたいなその、あ、はいはい、スーツって、うんうん、ビジネスいけます？ね、自由度がある人は全然いける。だからさっきも言ってんけど、ビジネスでスーツを着ないとあかんっていうルールがさ崩壊しかけてるやんか。だったらスーツっていう形してる時点で十分クリアしてるよねっていう感じ。結構売れてるよ普通に。こういうティファニーブルーとかもそうやし、なんかもうこの赤とかグリーンとか、あとはもうこの辺の色とか全然売れてる。ネイビーじゃないとグレーじゃないとというよりも、女性は特に自分らしい好きなテンション上がるもの着てる方が仕事の結果も出やすいからね。間違いないですね。そう、続きまして、さっき の一番最初に見てもらったものにすごい似てる商品にはなるんですけど、それのノースリーブバージョン、こっちはそれがあったよね、さっきのやつは。でこっちはノースリーブのバージョンです。クレープジャージーティー、クレープジャージーティー1500円。安い。すごない？これすごくないですか？1500円、1500円で万能ですよ。この子も何にでも合わせられますよ。ほんまに何にでも合うと思うわ。ここにあるスーツ全部いける。逆に合わないスーツってあります？ないんじゃないんじゃとかって、いやあるかもしれんけど、結構な割合で相性いいと思う。でなんかさっきのニットと違って首詰まってるんだけど、素材もシフォン系だからそんなに圧迫感ないんですよね。正規丈も結構あるから1枚あったら結構合わせやすいんじゃないかなと思う。で色味も黒とこの色と、あとベージュのようなグレーのような色味のものもあったんで、まあ、ただ私はなんか白が一番綺麗に見えたから白を買いました。もうね、ユニクロさんはね、やっぱりシンプルなものが多いよね。そして最後最後はみんな驚くかもしれないけど、普通にインナータンクトップなんですよ、カップ付きの。で、ね、これでもめっちゃ万能やね。エアリズムブラタンクトップ価格が1990円。でもさっきのこれの方が安いっていうのもさ、すごいよね。そうで、これさ、実はね、私今日ね、さレースがちょっとこういうインナーでトップスの長さが短いものの場合、やっぱりもうちょっと長さ欲しいなと思った時にこういうインナーをね、下に持ってきてここちょっと出してきてるんですよ、こういう風に。ああ、なるほど。そうそう、っていうので結構ね、中にすごい使える。そうで、黒のソーレースの服のインナーに使ったりとかもできるし、でもちろん普通に黒のタンクトップなので黒の体にフィットするインナーって思ってもらったらよくて、こういう風に普通に着れるんですよ。でこれ別にね、ユニクロのカップ付きのエアリズムを着てくださいとかっていう話ではなくて、ただどこのブランドでもいいので、黒のタンクトップとかは結構私もよく使うんですけど、使いやすい。
で、私赤のスーツ着てる時にこういうタンクトップをインしてベルト巻いたりして着てるからこれね持ってる人結構便利。私は黒のタンクトップほんまに何枚も持ってるのでおすすめです。便利、万能、それ1枚でも使うことができるし、なんかレースのインナー、レースのトップスのインナーとしても使うことができるから、でもね絶対ねこれはね持っとくべきだと思います。何枚か使い回しとして買われたらいいんじゃないかなって思います。全部白黒ですね。あ、全部白黒。私的にこうアイボリーでレースがついてる、で白で素材が違う、でノースリーブと半袖で、これはインナー使いできるっていう感じかな。なんかねここでね、なんていうのかな、紫とか緑とかピンクとかあんま色持ってこない方がいいなと思ってて、色とかさデザインがありすぎると、あ、ユニクロの服やとかってこととかがやっぱすごいバレやすくなっちゃう。でなんかこう分かりやすってかバレんの嫌やん。なんかある程度気に入ってるスーツ着てるのにさ、インナーユニクロなんですみたいなのもうちょっと気になるなって、まあ、私は思うんで、まあ、分かりにくいもので合わせやすいもの、色味があんまり出ないものをあえて選びました。最後、じゃじゃーん、エコバッグもらったいつの間に知らんかった。なんかさ、8000円以上お買い上げなのでエコバッグをあげますかって言われて、なんか M と L どっちがいいですかって言われてさ、ちょっと欲張りで大きい方選んだ。勝さん、そのエコバッグ使ってんの想像つかないですけどそんな感じ。これ、愛用かしらいただきます。マジ？いや、マジで。マジで？いや、欲しかったんですよ、エコバッグ。ほんま、そうやん。っていう感じで、ユニクロでのリリーススーツとのインナー合わせでした。これを買ってくれてもいいし、これを買うというよりも、こういう脂肪系のものとか、レースになってるものとかを選ぶと、コーディネートしやすいんだなっていうことを参考にしてもらえたら嬉しいです。参考になったなと思う人は、コメント欄にコメント足跡残してください。いいねボタンとチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。バイバーイ。 GU とザラもあるからチェックしてくださいね。